皆さんおはようございます。大人のための、東亜特撮解説。それではキリンさんにいつものようにテーマ曲をやっていただきましょう。それでは、東映エクタースタジオ、内田優作所長、万歳。おいしいですね。ジャッカー電撃隊。34と35の最終回。ですね。これ一回、これ私ごとで申し訳ないんですが、見終わってすぐ、録音がしたんですが、非常に珍しい不祥事がありましてですね。これも私ごとで申し訳ないんですが、携帯で私は録画させてもらってるんですけど、携帯のメモリがいっぱいになって途中で切れてしまったっていう、そういうことがありまして、やり直しでございます。だからなんだという話なんですが、34と35話で終わってしまったんですね。短いですね。34話、潜入クライム要塞とイカロス大王ですね、飯塚正三さん。35話、大勝利さらばジャッカー、戦士鉄の爪。ですね、これ見終わって、すぐ撮ったんですけども、さっき言ったか、その、時間が経ってしまいまして、もう今、バトルフィーバー J を3話まで見てしまったんですね。こういうこと本当はしてはいけないんですが、思ったんですけど、この間言い忘れてずっと言いたかったことでですね、ハートクイーンがいるじゃないですか。あの人はね、何でしたっけ。もちろんスーツアクターはね、別の方が、男性が多分やられてるんでしょうけど、所作がね、何でしたっけ、モモレンジャーの方は、こんなこと言っちゃあれですけど、美人ではないんですが、スタイルはいいんでしょうけど、やっぱり所作が、なんとなく、女性的というか、女性ですけど、その男性の動きとは違う、そういうなんかこの伝統的な日本のね、身のこなしというか、日本舞踊みたいな感じなんでしょうか。ああいうものがまだっていうか、もう今はほとんどないんでしょうけど、そういう美しさっていうのが、女性らしさっていうのはね、その今この時代いろいろ言われているところですが、そういうのは差別だとかね。でも芸術ですっていうか、文化ですね。そういうものとして、やっぱりその所作が、ね、ありますから。美しいって言われていた。そういうものがあるんですが、ハートクイーンさんっていうのは、ね、これも差別発言みたいで申し訳ないんですけど、アメリカ、半分アメリカ人の方で、ね、僕はアメリカに行って思ったんですけど、やっぱアメリカの女性っていうのはやっぱり、なんかこう、男性的というか、ジーンズでね、やっぱり違うんですよ。海外の方がね、昔の日本の女性がいいっていうのは、なんかエグゾティックとかミステリアスとか、ね、ゲイシャ、ガールとかって言ってましたけど、そういう文化が、今でも若干残ってるのかな、あんまり見ないけど、あったんでしょうが、所作ですね。ハートクイーンさんっていうのは、そういうのがない代わりに、アメリカはアメリカで、あるじゃないですか、アメリカの魅力的な女性の、そういう部分があんまり生かされてなかったのかなと思って。いや別に、あの人は半分アメリカ人なんだから、別にそんな日本人のふりすることない。
ですけど、あんまり生かされてなく、そういう設定が、まあ見た目だけ、ね、やっぱり外国人だから、あの、何でしたっけ、目鼻立ちがはっきりしててね、ということなんでしょうけど、それで、でも日本人のように、ってそれは無理な話でね、まあ日本人なんでしょうけど、うん、まあ、あと沖縄っていうのもあるんでしょうけど、まあ沖縄の方がね、どんな感じなのかちょっとよく存じ、あの、勉強不足でございまして。そこがね、やっぱり、しかも4人しかいませんしね、5人か、あの、ビッグワンですね。この34話でちょっと、あの、恋人同士みたいな話があって、その、主人公と、主人公って言っていいのかな、これ、なんて言うんですか、もう忘れたよ。あの、そんなこと言っちゃいけませんね。そんな乱暴なこと言っちゃいけません。あの、スペードですね。スペードエースが、その、と、ハートクイーンが、まあ、恋に、恋、あの、恋人、いきなり恋人同士みたいな、その、いきさつなんか一切ありませんが、関係になっていて、それで、その、何でしたっけ。あの、ハートクイーンが、あの、なんでちょろちょろ見てるかっていうと、後ろ今小学生が登校してるっていうことなんですけど、あの、ハートクイーンが死ぬのかなと思ったら死ななかったっていう、よかったねみたいな話なんですけど、これがね、あの、本来であれば美しく描かれる、まあこれ上原さんですけど、ね、34、35はメインライターである上原正三さんが書かれてますが、あまり美しいと思えなかったっていうのは、まあね、これ後半なんで、ここをちょっと綺麗にやるんだったらですよ、やらなくてもいいと思うんですけど、やってほしかったところなんですけど、あまり美しく描かれなかった理由の一つとして、やっぱり振り切ってなかったっていうことですよね。やっぱりその、あれも桃の花もそうですよ。あの、だって半分アメリカ人なのに桃の花って、やっぱりそこら辺がね、わかりませんが、生かしきれてないとしか言いようがない感じでしたね。あの、どんな人か知りませんけどね、ハートクイーンさんね。まあ、女優さんが投稿っては関係ない話で、この、まあ、キャラクターとして、あんまり、そうですね、一番やっぱり印象に残ったのは、あれですね、あの、ダイヤのジャックでしたっけ、背が高くてね、あの人が印象に残りましたね。あの、まあ総評みたいになってますけど、まあ、あの、ビッグワンですよね。まあ、あとはあの、ボツになった回で、あの、お話したんですけど、飯塚正三さんっていうのが、まあ、空手の達人でね、あの、要はその、ファイヤーコングの方だとは知らず、あの、っていう話は前もしましたけど、この方はやっぱり、なんか、悪い人に見えないんですよね。悪いというか、病んでる人に見えないから、やっぱ悪役としてはちょっと、まあそういう、そこをうまく使っていけば、ね、やっぱりだからその脚本の方っていうのは、やっぱりその俳優さんを見てね、あの、そのキャラクター作りっていうか、ね、そうしていかなきゃいけないっていう、まあ、とこなんでしょうけど、そういうところをこううまく使って、まあでもね、外側からはね、いろいろ簡単に言えますけど、中にいるといろいろ、ね、一緒に飲みに行ったりとか、いろいろ悩み聞いたりとか、まあそこまでないかもしれないけど、その外から見るっていうのが難しくて、まあ何の世界でもそうですよ、音楽でもね、全然関係ない人にどういうふうに聞こえるか、どういうふうに見るかとかね、どういう印象を受けるかっていうのはなかなか難しい。そこがやっぱりプロと、ね、アマチュアの違いなんだと思うんですけど、やっぱり飯塚正三さんなら
飯塚正蔵さんじゃないわ、あなんて言うんだっけあの人の名前、大変失礼しました、石橋正史さんならね、だ石橋正史さんが一番良かったのはやっぱりあの空手の達人というふりをして子供をに空手を教えるっていう、でも実は空手全然強くなかったっていう、でも本当の俳優さんはめちゃくちゃ強いっていう、うん、俺が一番良かったですね。バトルフィーバー、うん、そうですね、まあビッグワンはもうあれはでも最後やってきてまあ、むちゃくちゃにしたっていうか、あれがじゃないですよ。あの方がじゃないですよ。あの、名前の全然で、浜。あれ全然名前が出てない。あれあれですよ。V3 ですよ。V3 の方。なんであの人の名前いつも忘れるんだろう。うわ、わかんない。なんとか純、宮内純さんか。出てこなかったけど。宮内純さんについて書いてないんですか？あった。宮内純さん。行動隊長。行動隊長。国際科学特捜隊独立調査員の方ですね。バンバ総吉、ビッグワン。なんかめちゃくちゃな感じは楽しみましょうっていうことなんでしょうね。まあそうなんですけど。そう、あとは、あ、この話を忘れちゃいけませんね。要は、その、アメリカに行って、田中博さん、クジラ大輔さんっていうんでしょうか。クジライ大輔さん。ジョーカーですね、田中博さん。この方僕いいと思ったんですけど、まあいい人そうですけど、まあでも正義の味方なんでね、いい人でもいいんでしょうけど、まあこれ比べちゃいけないけど、前回の何でしたっけ、ゴレンジャーの方いらっしゃいましたよね。ゴレンジャーの方、マスターですよね。カレーを作ってる人。総司令官。あの人は、まあいい人なんだろうけど、要は、厳しいことをこう、ね、厳しい判断もできる。辛い判断ですね。もうできそうな感じで。でも、田中博さんはいい人だから、ちょっとそこ、まあ頼りないって言っちゃ悪いけど、いい人なのが悪いっていうのはそんなことないんですけど、そこはどうかな、どうかなっていうか、そういう感じだったんですけど、まあもちろんね、また名前忘れたぞ。こういう宮内博さんの名前を忘れる人っていうのが、東映特撮を語っていいのかっていうのは非常に大きな問題と思うんですけど、うん、宮内博さんは、なんかそういう判断できそうな人ですよね。できそうな人なんだけど、で、それがなんでできる人と、できそうな人とできなさそうな人がいるのかっていうのが、要はだからそのリーダーとしてっていうことですよね。だからそのリーダー論っていうか、田中博さん、田中博さんじゃない。さっきの話で石橋正史さんは、そういう、なんか、まあそういうね、見方も死刑にしたりとかしてましたけど、どういう顔してするかですよね。だからそこら辺がね、やっぱり安藤光雄さんがね、よかったな。うん。安藤光雄さんはよかったですね。あの人はね、だからスパイダー、日本版スパイダーマンで安藤光雄さんらしいんですよね。あれぜひ見たい。あの人はなんかその、なんか不健康な感じがいいですね。うん、だそういう意味でやっぱり機械だっていうのはすごかったですね。あれもそう。なんだっけ。まあ、機械だの話をしてみようかね。ジャッカー電撃したいですよね。安藤光雄さんはジャッカー電撃したい。
ジャッカー電撃隊の敵は、あれですもんね、さっきの石橋正史さんですもんね。やっぱりね、悪役の、その悪の狩猟というか、狩猟まで行かなくても、そこまで出てこないんですけど、視点シーンはそんな多くないんですけど、やっぱり存在感がね、どういうやつがこれをやってんのか、これを引き起こしてんのか、っていうのが、その、どういう人っていうか、佇まいがね、その、大事なとこだと思うんですよね、こういうものっていうのはね。で、やっぱりその、この悪の組織、何でしたっけ、黒十字はあれか、ゴレンジャーか。緑化電気体の敵は、何でしたっけね。もう、混ざってますが、要はその、世界にね、こう、世界中に支部があったりとかするわけじゃないですかね。だからその、まあこれ、あれですよね。ロボット刑事みたいに、犯罪組織だったんですかね。それがなんか宇宙人がやってきて、でもその宇宙人が、そのオチがね、よくわからないんですけど、社員っていうのが出てきましたね、そういえばね。で、社員っていうのがただの、その、本体じゃなかったって、別に本体じゃなくてもいいじゃんと思うんですよ。だって、その今の宇宙人って、ほら、グレーマンですよね。頭が大きくて目がでかい。あれが、要は、生殖器がついてない。で、ということは、生物じゃなくて、なんかトランスポーテーションみたいにして、そう、要は、その、ものすごく、その、星と星を旅するには、時間かかるわけなんですよ。だから、テレポーテーションじゃないけど、まあ、データとして送って、みたいな形で、まあ、生物じゃないものじゃないのかっていう、要はそのドローンみたいな感じでね、ドローンの爆撃機みたいに、その、モニターっていうか、そういうものじゃないかっていう。だからそういうことを考えると、この敵の、この社員という人が本体じゃなかったかって別に、だから、まあ、脅威じゃないっていうことなんでしょうけど、だから何が価値だったのかっていうことですよね。だからその、価値が、その、崇高なる思想に基づく侵略計画、統治計画、であるんであれば別に、その脅威みたいなものが、ね、なくても別にいいじゃないかっていう。ね、到底、その人間の、ね、その犯罪組織のボスの頭脳では、ね、発想できないような、その素晴らしい、ね、侵略計画、統治計画を持ってらっしゃる方だったら別にそれで、いいじゃないかと思うんですよね。その、なんか要はその、マルクスの本でも何でもいいけど、コーランでも何でもいいんですけど、まあ聖書でもいいし。そういうものだったらね、だからその本体の恐怖とかいうんじゃなくて、やっぱりその、まあだから、うん。そういうもんだと思うんですけど、まあだからそこら辺もね、まあってあんまり繰り返して言っちゃいけませんが。要は、まあ、失敗した、はい、おしまいっていう感じなんでしょう。ジャッカー電撃隊はね。でも、ジャッカー電撃隊で、やりたかった、そのゴレンジャーでは、その、ね、できなかった、もっと深刻なっていうところが、まあ、でもロボット刑事でやったけど、まあ、ロボット刑事はそんなゴレンジャーみたいに、ね、大成功したわけじゃないしとか、まあ、機械だとかね。レインボーマンじゃなくて、なんだっけ、稲妻とかね、ああいうので、稲妻は続編もありますもんね、まあ、機械弾もありますけど、ロボット刑事もね、続編やってほしかったところなんですけど、まあ、悪魔ジャスリンもありましたしね、まあ、だから、ジャッカー電撃隊は、まあ、悪魔ジャーと比べても、ちょっと弱いかなっていうのはありますね。で、その弱い原因って、まあ、俳優さんが、ね、若者たちが伸びなかったとか、そういうのもあるのかもしれないですけど、まあ、俳優さんだけじゃないと思うんですよね。ハートグリーンの人なんて、
だってほら日本語がたどたどしくて、でもなんだっけ、まあ新しいじゃんけんではありますが、で琉球空手でね、あのアクションもいけるし、まあ当時の時代の人じゃないんでね、私はね、まだ当時ジャッカー電撃隊1977年だから僕まだ8歳だったんでね、どんな時代だったのかってちょっともうだいぶ前の話でございますので、わかりませんが、まあハートクイーンが可能性があったんじゃないでしょうか。いろいろ面白くね、本人のその要望とその身のあの佇まい所作をねうまく使った、やっぱりあのヒロインって大事ですからね、なんだかんだ言って。だからあのあれですよね、00010とかいろいろあのスパイが、スパイというか工作員というか、あの綺麗どころのね、いろいろ出てたんじゃなかったでしたっけ、あのゴレンジャーみたいに出てなかったかな。もうね今あれを見てるんでね、何でしたっけ、こうもう言い訳ですけど、あのなんだっけ、バトルフィーバー、うん、ごっちゃになってますが、うん、だからまあ一つ言えるのは、まああの個人的な個人的な話をさせていただければ、やっぱり見終わってすぐこれなんか反省会みたいで申し訳ないんですけど、話すべきですよね。やっぱりね、あの飯塚正蔵さんはやっぱりまあすごい空手のもう本当に強かったらしいんですけど、やっぱりだからその脚本力っていうのもあるんでしょうけど、やっぱ俳優さんのね所作とか佇まいとかやっぱりそのカリスマですよね、要はその資質っていうのもね大事なとこで、うん、これだからそのこの俳優陣で失礼ですけど、まあ宮内さんは広瀬さんは、うん、置いといて、この俳優陣で成功させるっていうのは、まあ成功っていうのはまた違いますからね。だからその例えばロボット刑事なんてそんなに大成功したと思わないんですけど、僕は今見てもやっぱりすごく面白い、あのいろいろ仮面ライダーいろいろ見てもやっぱりあれはねちょっと別格的な、まあ、あの要は商業的に成功しなかったとしてもやっぱり後々までね30年40年50年後にあの愛され続けるあの作品っていうのはあるわけで、それが多くの人に愛されなくてもそのね込めたその何でしたっけ、まあ、時代性というか当時どういうこと、どういう生活をしてどういう思いだったのかみたいなものをね残すっていうのは、まあ歴史ですからね、まあそれは歴史的価値という意味ではそのロボット刑事はねすごくいいし、まあ機械だしかりね、あの稲妻しかりなんでしょうけど、このジャッカー電撃隊に関してはね、まあ佐々木勲さん歌を歌ってたけど、まあだからこれはまあ打作とか言って失敗作とか切り捨てるのはたやすいんですけど、その要素としてあったものっていうのはやっぱりハートクイーンの使い方はもうちょっとあったんじゃないのかっていうところでしょうね。うん、あとやっぱりまあね商売ですからね難しいとは思うんですけど、やっぱりそのまああとは飛行機がダメでしたね、ああいうメカの設定がね、あの飛行機はなんか魅力、勇者ライディーンが何年だったか分かんないんですけど、あのゴッドバードみたいなね目でゴッドバード的なんだけど、あのデザインが、あとタンクもなんかバリタンクはテーマ曲もありましたからね、
やっぱりあのバリブルーンとかね、やっぱあれは素晴らしいデザインでしたからね。それに比べるとやっぱりメカがちょっと寂しい感じでしたね。まあゴレンジャーはだからそこがすごくよくできてたんでしょう。まあバリドリーンね、バリタンク。そこでやっぱりだからそこら辺がやっぱり宝でしたっけ、宝とみでしたっけ。ああいうところをね、あの儲けてっていうところがあったり、まあ超合金とかね。でもバリブルーン超合金欲しいですもん、僕本当に。と思うぐらい。バリタンクはいいかな。バリタンクも可愛いですけどね。あのヒッピーのバンみたいでね、フォルクスワーゲンの。可愛いけど。その可愛い良さですよね、あの人が言う。なんだっけ。名前いいけど。可愛い良さがやっぱり、バリブルーンとか可愛かったですもんね。まあ、あとはスーツのデザインも、文句ばっかりですけど、いいところ。まあ、あと4分だからいいところ。ジャッカー電撃隊、巡り合えて、見れて本当に良かったと思うところ。まあ、笑っちゃいけないけど、もう、バトルフィーバーと、ジャッカーの J とバトルフィーバーと結構重なってるんでね。良かったところはやっぱりあれでしょ、変身、変身というか、まあ変身でいいんでしょうか、カプセルがあれが僕はこれはありがたいと思ったんですよね。ぐるっと回ってあら不思議変身とかじゃなくてちゃんとあのカプセルに入るって、まあ最後の方もなんかバタバタになってましたけど、ああいうのはね、いやそうですよねって思いますよね。せめて更衣室じゃなくてもいいけど、本来であればなんかね、なんか美空ひばりの、着替えみたいに、ね、こう着替えさせる人がいて、七変化みたいにね。まあ、基地に帰ってみたいな。まあ、それか最初から変身していくとかね。まあ、この人たちはサイボーグだから、本当はそんなことしなくていい。ゴレンジャーこそこれやらなきゃいけなかったって言ったらそれはそうなんですけど、あれはいいと思った。あのカプセルはね、せめてっていうところですよね。まああの人たちサイボーグだから、あとサイボーグ描写がね、やっぱりサイボーグならではのできることっていろいろねあったと思うんですけど、いいところって言わなかったっけ。そうだからいいところね、ジャッカーテーマ曲ですか、電撃隊。飯塚正蔵さんね、もうこれなんだっけ、破壊だですからね、飯塚正蔵。まあだから駒って言っちゃ失礼ですけど、駒いい駒なんですよね。駒揃ってるんですよ結構。正しいじゃんけん、まあ言っても、だからいいところですよね。だからいいところはその、まあカプセルと。まあ、素材としては、その、ハートクイーンさんはすごく可能性のある素材で良かったっていうことと。やっぱり路線変更がちょっと乱暴でしたね。まあでも、なんかやったっていうところ見せないと、やったのにダメでしたって言えなくなる。やらなかったんだからダメだったんだってずっと言い続けられることになりますからね。まあ辛いとこですよね、こういうね。やっぱり資本が大きなものっていうのはね、当時の日本ってそんなにまだ豊かだったわけじゃないでしょうしね。まあでも見てよかったと思いますよ。まあこういうこともあるんだっていうね、まあ事例ですよね。そういう意味では、特に僕みたいにこう、東映特撮の解説をさせていただいている、まあ、公式ではもちろんございませんが、みんなものにとって、やっぱりこういうものを、こういう
ね、こういうものって別にそういう見ておくっていうのは非常に意義のあることだと思いました。また仮面ライダーゴースト失敗作って言いましたけど、あれとはまた違うね、そういうはちゃめちゃの面白さっていうのもあんまりなかったっていうところですよね。そこら辺が何なのかっていうのはまあ後々まで課題として、どこがダメだ、どういうことだったのかって、まあ歴史としてね、まあ考えさせていただきたいと思います。そういうわけでございまして、顔がすっかり赤くなりましたが、顔の赤いお酒飲みと、臭いタバコ吸いと、声の小さい YouTuber に優しくしていただきたいということでございます。ありがとうございました。